変換って実際いるんだよなっていうふうに思いましたね。でまず韓国に来てる人が 20% 急減したそうです。これが7ヶ月連続でずっと下がりつつあると。入国拒絶事例が相次いでいて、それが反韓感情が生まれたということなんですよ。3日だけ今滞在中ですけど、まあ、たった3日でも感じたことが多々あります。ぶつかったのに、うん、その女性がこうやって足を蹴られました、うんうん、皆さんこんにちは、ジンです。せいちゃんです、私たちは今タイのバンコクにいます。とても楽しいです。東南アジアとか、まあ、ヨーロッパとか全部入れても私はほとんど海外旅行に行ったことがなくて初めてのタイです。皆さんはタイと言われたら何を思い出しますか？私本当に知ってるのが一つもなくて、うん、トムヤンクンとかもジェイちゃんに会って初めて食べたし、これがタイの食べ物っていうのも知らなかったので、あとパッタイとかも食べたことはないですよ。聞いてみれば確かになんか日本で見たことあるよねぐらい。私が補正します。私が知ってるのはムエタイのカオクライとかプアカオぐらいしか知らなかったけど、でもこれはタイの方に聞いたらやっぱりすぐとても有名って言われたから、それは正しい情報だったんだと思いました。ほっこりしてました。あとブラックピンクのとても有名なメンバー、ビトンの彼女リサがタイの方なので、うん、知ってるかなと思ってコンビニ見たらやっぱり、リサが宣伝してるものもあったりしましたね、うん、あとガッセブンのベンベン君の広告も電車で見つかったり、結構やっぱりタイ出身の皆さんはタイ本国でも有名で人気があるなって思いました。あとは私が浅草で、人力車運転手さんにタイレンって言われたことはあります。なんかジェイちゃんに聞いたけど韓国人結構人気あるよとか、うん、あと韓国人がとてもタイ好きです。そうですね、結構周りの人みんな一度ぐらいは行ったことあるような感じですね。この周りの人っていうとまた皆さん誰っていうかもしれないけど、我々のパパがすごい好きなんですよ。うちのお父さんもタイに行った数がもう数えきれないほどとか自慢をすごいしたり、うん、そうそう20回以上っておっしゃってました。うちのねご両親もね結構、まあ、20年ぐらい前から東南アジア回ってるんで結構何回も行ってて、今50代以上から特にゴルフ旅行が多かったような印象ありますね。なのに初めて私来たんですけど、ニュースを見て、うん、喧嘩って実際いるんだよなっていうふうに思いましたね。実際なんかタイっていうとすごいなんかいいイメージっていうか韓国好きっていうイメージがあったので、もちろんどこに行ってもいるじゃん。でもそういうニュースを見たことがないから、うん、一度も考えたことなかったんですけど、タイに着いてから韓国の最近のニュースがあってこれを見たらおうと思いました。でまず韓国に来てる人が 20% 急減したそうです。これが7ヶ月連続でずっと下がりつつあるということなので、本当になんかあんまり今タイの方は韓国に来ないのかなと思ってますね、うん、東南アジアの国家で韓国にずっと来てる国のランク1位がずっとタイだったんですよ。そうそう、1位から今どんどん下がって今現在5位になっているそうです。そうですね、ちなみに今現在韓国を訪れて東南アジアの国家の中の順位を見てみると、ベトナムが4万7000、フィリピンが4万4000、シンガポールが3万4000、インドネシアは2万9000名ぐらいいるそうですね。すごい来てるんですね、うん、で面白いのが実際韓国に訪れる観光客が去年の同じ月より、うん、なんと 50% 近く増加したのにタイだけが減ってるのね。なので別になんか外国人全体に韓国の旅行が魅力がないわけではなくて、うん、去年に比べても 50% 増加したからものすごい増えてるじゃん。その中でタイだけが減ってるっていうのは、うん、やっぱり何かしら理由があるのかなと思ってちょっと見てみました。ベトナムやっぱり多いイメージあります、うん、あ、そうなんですか。韓国にやっぱりベトナムの女性と国際結婚してるカップル多いじゃないですか。あ、だからそういうのになんか憧れて噂になってるとかなのかな。なのでちょっと恋愛するために来るとかもあるんじゃない。なんかこの動画を見かけたベトナムの方はぜひ教えてください。いるかな、いるかもしれないけど、うん、でタイにはやっぱり K-POP と K ドラマ、K 映画とかがとても人気だったそうです。私今日タイ今滞在3日目なんですけど、3日目です。今日初めてタイの電車乗ったんですね、うん、電車乗ったらギャラクシーの宣伝がすごい、うん、サムスンのね、そうね、もう駅全体がもうサムスンみたいになってて、やっぱりサムスンの携帯使ってる人もすごい多く見えたし、東南アジアでよくギャラクシー使ってる人多いですけど、やっぱり人気なんだろうなっていうふうに思ったのに、なんで韓国来ないんだろうなと思うんですよね、うん、じゃあ去年から電子旅行許可っていう KETH
っていうのがあるんですよ、うん、聞いたことある、はい、この制度の問題が大きくなって観光客が今減少してるそうなんですね、うん、これがまあ知ってる方もいると思うんですけど2021年あのコロナの時だよね、うん、特別な理由がない限りちょっと旅行はちょっと控えめにみたいな感じだったので、うん、まあ、それはあの時期はまあどの国もねそういうのがありましたけど、あの時に導入されたあの無ビザ、韓国出発する前にホームページ情報を入力して入国は許可してもらう制度なんですよね。だからビザがなくても来れるよと、まあ日本はあのビザなしで、あと KTA は今書かなくても全然来れるんですよね。やっぱりあの韓国と日本は今外交としても協力国家としてもとても仲がいいのでそういうのはないんですけど、特にタイは厳格な審査によって入国拒絶事例が相次いでいて、それが反感感情が生まれたということなんですよ。あの厳格な審査っていうのはいろいろ多分あると思うんですね。韓国の観光部はタイの観光客を誘致するためにタイ人に対する KETA の一時免除措置を要請したらしいんですよ、うん、なるほど。タイから普通には韓国に来るのがスムーズにできるように、うん、法務部にあの要請もしていると知ってるけど、うん、ことなんですが、やっぱりそれはちょっと受けがたいっていう立場です。あの理由はこれなんですよ、うん、タイが韓国の中で不法在留1位の国家なので、これで皆さんも納得いきますか。日本にも多分そういう不法滞在とかすごいなんか気になると思うんですよ。我々なんかちゃんと働いて税金を納めて生活をしてるのに、税金の恩恵は全部受けつつ自分がなんか仕事しないとか、なんか犯罪とか何かしらの理由で日本に滞在しちゃいけないっていう人たちが例えば生きていると、皆さんも多分あんまりいい感情にならないと思うけど、全くそれと同じ立場なのかなと思う、思いますね。そうですね、あの私たちは日本から離れるときに必ずね1年以内に戻ってきますよの紙にサインをするんですけど、うん、その時にこう案内する方がやっぱり特定の国の方々はもっとなんか注意を払ってるようなイメージがあるんですよ。私の経験によると成田空港ターミナルからその再入国をするところに外国人が並んで書くじゃないですか、うん、私も書くんですよ、再入国します、何日後に戻ってきます、私の在留カードはこれですみたいな。書くときにみんな言うんですよ、外国の方再入国審査これ書いてください、特にベトナム人、ベトナム、ベトナム、すごいなんか言ってて、いや分かんないですよ、ベトナムの方が日本語が難しいのか特に気をつけているのか分かんないけど、差別とかではなくてなんか理由があるとは思ってるのね、より注目をしてる感じが、なんか私はタイ来てみたらみんなすごい親切で、いや本当に笑顔がすごい良くて、微笑みの国っていう言葉がもう肌で感じてます。でも一人だけちょっと嫌な感じの女性は見ました、さっき電車で、電車で私ぴょぴょぎといて、おうおう降りるタイミングだったんじゃないですか、おうおう、でみんななんか普通に降りて最後に降りるときに、うん、まだ降りてるのに若い女性20代ぐらいの人がバーって入ってきたけど、肩がこうやってぶつかったんですよ。でも私わざとやってなくてぴょぴょぎ連れてるからちょっと力は入ってたから、あと肩は広いから多分ぶつかったのね、ぶつかったのに、うん、その女性がこうやってすれ違ったじゃないですか、うんうんうん、違ったのに私やり返しをしたいわけよ、だから足を蹴られました。もしかして燃えたいのでしょう。こうやって言うとこういう方いるよ、やっぱりこの国は無理だ絶対行かないとかっていうコメントも私いっぱい見てるから、うん、皆さんの怒りの気持ちもめっちゃ分かるんですけど、私が今まですれ違ったタイの方で少なくとも何千人はすれ違ったので、ね、その中で一人なんで、うん、まあそういう人もいるよねぐらいの、近いっちゃ近いんですけど日本と韓国から、でも来てみたら本当に想像してたのと違うのも多いし、すごく今いい刺激を受けてます。だから日本と韓国で本当にほのぼので仲良くて平和で、なんか食べ物もすごい似てて、なんかすごいなって思います。あのすごい平和だなって改めて思いました。日本と韓国ではすごい常識なことがこっちではちょっと違う基準になってたり、うんうん、ちょっと視野が広くなった気がします、うん、3日だけ今滞在中ですけど、まあ、たった3日でも感じたことが多々あります。あと不法在留者たち、韓国でどういう理由で不法在留者になってるかというと麻薬、確かに、ま、あの麻薬売ってるんですよ、さっき見たよね、私タバコだと思ってたけど麻薬なのね、そうそう、マリファナのネオンがあるとそれですあと、性犯罪などの協力犯罪で韓国で不法在留
代理をしてる人が少なくないという理由らしいです。なので、KETA っていう申請は18歳からなんですよね。だから17歳以下の学生たちに対象で教育とか広報をしているらしいんですよ。で今健康の感情がある人が少なくないので、タイのインフルエンサーさんたちは使った広報なども今続けてやっているそうです。やっぱりこういう時 あのインフルエンサーさんたちが自分の国だけを守るための活動とか、もしくは自分の国じゃない違う国だけをなんか擁護するような活動とかではなくて、お互いの国の誤解を招きそうな、もうちょっとあの冷静に考えようみたいな、その個人個人の行為で国全体がこう損したりするのってあるじゃないですか。例えば私も別に隠したくもないけど、あの特定の神社にも韓国人が行けないとかっていうのは、私は行ったこともないのに、うん、誰かがそういう落書きをしたりとかうるさくしたりとかっていうことで注意をされたにもかかわらず、そこでなんか問題になったりとかして、行きたくても行けないとかっていう問題あるじゃないですか。なのでこういうのをやっぱりあのなくすためには、あの相当な努力が必要なのかなと思います、うん、そもそもまあ引っかかりそうだから行かないとか、年に数回も行ってた人が、まあ、行かなくなったから周知的にそうなってる可能性もあります。私たちも日本から韓国にも行けるし、日本から外国だから、外国から外国なんですけど、ね、やっぱり必要な手続きとか全部やったりするのって当たり前だと思ってるので、うん、タイの方も、まあ、申請するだけなんで、うん、そこからなんかちょっと喧嘩のなんか感情になるっていうのはちょっと悲しいなと思うので、ぜひ韓国にまた来て楽しい旅行を過ごしてほしいなっていうふうに思います ね、 そ、 うですね。そして私がいる日本にも来てくれたら嬉しいなというふうに思います残りまた3日ぐらいあるんですけど、韓国料理とか日本料理とかまだ全然食べてないんですよ、うん、すごいなんか美味しく過ごしているので、残りの期間も元気で無事に帰りたいと思います、うん、今日の内容が役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして私があのジェイちゃんと一緒にね、買ったやつを日記のようにこれはこれがいい悪いとかっていうのを、私そもそもちょっと忖度なしで正直なレビューをするんですが、それがあのジェイちゃんとも一緒に使い方とか何がいいのかっていうのを教えるインスタを開設しましたので、ぜひインスタ登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。カップンカー、カップンクラブ。あとあの人もタイじゃない、かっこいい人、かっこいい人、あのアイドルでいたじゃん、はい、昔いなかったっけ。あーリクン、何クン、あリクン、リクン、そうタイだよね。そう、元祖タイ出身のアイドルですね。